ミス・マチルダ？あなただったのですか？ごめんなさい、てっきり不審者だとばかり。それで…ミス・マチルダ、大丈夫ですか？この最前線学校の風紀委員長に手を出した上に公共の場で大声でわめき散らすなんて、かつての同級生としてこのリハビリセンターで出しゃばって患者たちの迷惑になる行為はこの私が許さないわよ。私はあなたに忠告しに来ただけよ。あら、ソネットさんじゃない。それから優秀卒業生のソネットさん、どこぞの急性躁病患者が逃げ出したのかと思って系統外磁気刺激法を使おうとしていたところなのよ。う、頭が、アトンデミネッツ、ソネタって誰よ。っていうか私はこんなやつとは何の関係もないんだから。私は校内トップ3の優等生かつ風紀補助教員、そして流暢なフランス語が話せるマチルダ・ブアニッシュよ。私に会ったことがある人なら誰であれこの名を忘れるべきではないわ。忘れてないわ。ただトップ1の彼女の方が印象深いだけよ。な、邪魔よ。私の道を塞がないでよね。ミス・マチルダ、これを。行っちゃったわね。ゴミ袋の中の灰を頭にかぶったまま。私、彼女だって知らなくて少し乱暴にしすぎたでしょうか。さて、本題に入りましょう。あなた、ベルティに会いに来たんでしょ。ついてきなさい。はい。ベルティに会いに行ったそうね。はい。彼女の様子は？相変わらずです。他の患者と同じように。今なお意識が回復していません。人工無誘治療はきっと彼女の回復に役立つでしょう。彼女がタイムキーパーになってすでに4年余り。たまには息継ぎも必要だわ。はい、その意見については異論ありません、副会長。今回来たのは別件についてです。教諭院から提出された増員と編成に関する議案か。よく考えたのだけど、やはり必要ないと思ってね。ここに来たのはそのボツになった議案のことで？ええ、恐れながらあなたの観点にどうしても納得がいかなかったもので。ベルティのスーツケースは我々本部と同じようにストームの影響を受けません。つまり彼女はすぐに財団が間接的に操ることができる部隊を作り上げることができるのです。なので彼女に独自の部隊と選ぶ権利を与えるべきです。
可能な限り支援を与えることで、きっと財団をより強固な組織とする力が生まれるでしょう。それに、これは私たちとベルティの関係を保つためにも必要だと思います。あなたはベルティが今回連れてきた人たちをどう思っているのかしら。安定した人格、熟練したアルカナム、一定の社会経験を持ち合わせているアルカニストたちです。私からすればストームに全てを奪われた哀れな放流者よ。彼らは緊迫し慌てふためき、どうしてよいかもわからない。ただ己を守ってくれる大木を探し求めている。ベルティが目を覚まさない今、彼らが望むものを提供できるのは財団だけだ。その見返りに彼らは何をもたらしてくれるのかしら。アルカニスト特有の不安定性、それとも血統を理由に人類至上主義という我々の信念に疑問を呈するのかしら。もちろん財団には新しい血が必要だわ。特にとても従順で秩序正しい血管の中を滞りなく流れる血液がね。そのためにもこれらの哀れな子たちに必要なのは独自の部隊と選ぶ権利ではないわ。彼らに必要なのは規律よ。学院内にいるあの白紙のような子供たちが体験するものよりもずっと厳しい規律をね。わかりました。つまりあなたは口を閉ざした人形を望んでおられるのですね。私は常に楽観的な期待を持っているのよ。あなたもわかっているでしょ、ゼット。むしろ彼らが無口の人形ではないと自ら証明できたとき、初めてこの廃案を考え直す余地が生まれるの。